三代目牧野文才は、三河南下良郡東郷村八塚坊出身の医師、実業家、郷土師や。牧野文才は、宗名制であり、本校では三代目について記述する。牧野家は、三河吉田藩の範囲だったが、祖父の牧野隆安は幕末にその職を辞した。保イ群一宮村江島から、南下良郡東郷村八塚坊に移り住み、震源病院を開設して、 初代院長となった。当初は、も屋の一部を診療所として使用していたが、やがて2階建ての建物を当地に移築して、病院とした。父の牧野検索もこの地で医療に励み、新元病院の2代目院長となった。慶応4年5月25日に生まれた3代目、牧野文才は、1887年にはわずか19歳で、医術会業試験に合格。 まず東京で修行を積み、1891年に、新玄病院の三代目院長となった。新玄病院は、当時の東三河地方で、唯一の総合病院であり、文祭は特に性病の治療で著名だった。最盛期の新玄病院には3つの病棟があり、看護婦が約100名、患者が100から200人もいる、大病院だった。 文祭は1929年に増築工事を行っており、南側に総2階建ての洋風病棟を建て、診療棟との間に受付棟を新築した。1914年には長篠湖戦場検証会を設立し、自身は副会長を務めた。長篠の戦いにおける戦没者の供養、遺跡の保存、検証などの活動を行っており、 1914年には、設楽玄の決戦場跡地などに、石碑や墓碑を混流している。文才自身は1930年に戦没者のための中根堂を混流した。郷土史に関する著作には、設楽史洋や長しの戦士校などがある。検証会の活動は、設楽玄を守る会が引き継いでいる。1933年6月25日に66歳で、死去。 新城市したら現歴史資料館の東150メートルに、ある、新玄病院跡地には、病院の門柱が残っており、牧野文祭記念公園と呼ばれる、小規模な公園となっている。新玄病院の経営、郷土市研究、図書館の運営などのほかに、文祭は東三電機株式会社、宝石工場、劇場の花火し座の経営も行っていた。 1911年には、新白ガスを設立して、南下田郡新白町や、東郷村に供給していたが、文在は、電気事業の将来性に着目し、豊橋電気社長の福沢桃介と交渉した。1917年には、未、大水力発電所や、電気の供給権を譲り受けて、電気事業を兼業し、新白ガスの社名を、東三電気ガスに、解消。 1918年には、ガス事業を廃止して、東三電機に解消した。取締役社長に、文西が、常務取締役に、弟の牧野熊太郎が就任。南下原郡新城町、東郷村、千里村、作手村の一部、八名郡八名村、橋尾村、豊津村,村、金沢村、鴨村、石巻村、保井郡一宮村の一町十村に電気を、 供給し始め、10年後には、供給世帯数が1万1000世帯となった。1921年には、東郷村や塚坊に工場があった三河陶器を合併し、自社で使用する配電線や外資類を製造した。1922年には、水力発電所を保管する火力発電所として、千里火力発電所を建設したが、 これは1928年に廃止されている。1926年には、塩山電機と渋川灯統を買収合併したが、1928年には、東方電力の系列である、三河水力電機に合併されて、東三電機は解散した。文斎は、三河水力電機の取締役に就任している。新城市作手保ほ寺東等にあるみ、 大水力発電所の建物は後に茶工場となり、その後は空き家となっているものの、2018年時点でも取り壊されていない。1915年12月18日には、大正天皇後大典を記念して、三河地方の文献を収集した、市立牧野図書館を創設した。開館にあたっては、豊橋市の江本書店から2000円の予算で図書を購入している。 また個人所有の古文書、寄贈書、帰宅書などを加えて、2万冊以上の蔵書を有していた。牧野図書館は、新玄病院の敷地の一角にあり、縦、横角六軒の2階建て洋風建築の書庫と、同規模の平屋建ての閲覧室があった。司書の代わりに、事務員2人がおり、無料で図書の考え貸し出しを行っていた。愛知県庁や南下田郡役場などからも閲覧者が、 あり、売店も備えていた。読書会の会場としても使用されていたが、牧野図書館は1924年頃に閉館となった。1923年の愛知県教職員録によると、当時の愛知県には、公立、私立合わせて19の図書館等施設があり、南下田郡には牧野図書館と南下田郡教育会付属図書館があった。 1937年には2代目、牧野文祭によって約1万3000冊の蔵書が新城町役場に寄贈された。牧野の蔵書の中には多くの和本があり、国文学研究資料館がマイクロフィルム化している。牧野の蔵書は新城市立新城中学校に予託されていた。1987年5月には新城地域文化広場に、 新城市発の図書館である新城図書館が開館しており2階の郷土図書室に牧野文庫が設置された。なお新城市や塚墓にあった牧野文庫の2階建て職は2000年代まで取り壊されずに残っていた。2017年4月29日には設楽園を守る会とただなり会の合同記念講演会。 したらげんの恩人、牧野文才氏を語るが開催された。ありがとうございます。